モデルのあざまみゆが18日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。関係者によると、お相手は一般男性。結婚後も変わらず芸能活動を続けていくという、写真、顔面偏差値、高すぎ。あざまみゆ、北川景子ら美女5人集合。あざまは、書道八段の腕前を持つ、美文字、でしたためた直筆の報告文をアップし、この度かねてよりお付き合いさせていただいている方と結婚する運びとなりました、と報告した。お相手について、思いやりとユーモアのある愛に溢れた最高のパートナーと家族になることを幸せに感じております、と喜びいっぱいに綴った。また、今後について、これからも皆様への感謝の気持ちを忘れずにより一層精進してまいります、と呼びかけた。あざまは、沖縄県出身の36歳。2002年に女性ファッション誌、セブンティーンのミスセブンティーンに選ばれ、専属モデルに。以降、ノンノ、キャンキャンの専属となり、人気モデルとして活躍。同時期に TBS 系の24時間ニュースチャンネル、ニュースバードのキャスターも務めた。3から4年に TBS 系列で放送された特撮テレビドラマ、美少女戦士セーラームーンでは、木野真琴、セーラージュピター役を演じ、女優デビューを果たした。同ドラマで共演した北川景子、沢井美優、リズミリカ、小松彩香とは現在も、戦士会として再集合するなど交流があり、その様子を SNS にたびたびアップしている。